よう、よう、やあ、やあ、おお、おお、お、お、はあ、はあ、おう、おう、なんだ、またしても繰り返す。すぐに旅立たなくてはなりません。夏目殿。はい。お父様にさようならと伝えてください。親不孝な娘ですみませんでしたと。今のは別れの言葉ですか。
待て、イクラス。どうされました、将軍。無断での奇襲、そして甚大なる被害。どのように責任を取るつもりだ。この件、ラークス様はすでに。いいや、まだお知らせはしておらん。が、城に戻れば直ちに。ただちダイナス将軍の独断と報告します。殺す貴様。妨害無用。一言でも漏らせば竜と同じく命はないぞ。この死体どこか目立たぬ場所に捨てておけ。こんなまさか今こそが歪んでいるというのか。アルガンダースもまたやっぱり僕は天才だ。人間は、世界はもう引き返せないのかもしれない。手紙？リドリーの字だ。二人だけで話がしたい。今晩レサンの木で待つ。来てくれたんだな。当たり前だろ。嬉しいな。リドリーで話ってなんだよ。ああ、まあ座ってくれ。
このトゥトアスはもう限界まで歪んでしまった。歪みは人間だけのせいではなく、妖精たちにもその責任はある。本人も気づいていないだろうが、ザイン殿もアルガンダースに侵されている。は？ザインが？大地の世界の歪み、それこそがアルガンダース発生の原因だ。人間の傲慢と妖精の怠慢が崩壊の繰り返しを招いてきたんだ。俺には話が難しすぎるな。全てが分かってしまったんだ。私の中の古のエルフが、私が知りたくもない事実を伝えてくる。ん？玉継ぎの儀式によって私は秩序を調停する宿命を背負ってしまった。それが金龍の器という存在なんだ。え？調停？器？私はもはや宿命に従うことを決意した。ただ最後に、自分が人間であることを実感したかった。人間である私を感じてほしかった。よくわかんないけど、何があってもリドリーはリドリーだろ。さすがジャックだな。さすがって言われてもちんぷんかんぷんなんすけど。いいんだ、気にするな。どうした？ありがとう、ジャック。私は世界の果てに行く。おい、何言ってんだよ。何だってんだよ、自分だけ納得しやがって。俺だってお前に言いたいこと。そうですか、ダイナスが。エレンシア砦への奇襲お止めしたのですが、随分なご決起でこのようなことになり無念です。老いの一徹ということですか。死はその報いかもしれません。クロス、あなたを将軍に任命します。ダイナス将軍の弔い合戦としてヘレンシア砦の残党を殲滅してください。はっ！ありがたくお受けいたします。よろしい、尽力してください。各ギルド部隊の指揮権もあなたに一任するとしましょう。はっはっ！ありがとうございます。直ちにヘレンシア砦を奪還してまいります。ラークス卿、彼の話をまさか信じておられるわけではありますまい。竜殺したるクロスの勢いはそのまま兵たちの勢いになりますから。さすがですね。そういうあなたこそ何者なのです。あなたの情報は全て正確すぎます。私はただ人の行く末を案ずるものです。そうですか、そろそろ私も行かなければなりません。それではまたお会いできるのですか。ええ、いずれまた。嘘だ、嘘だ。ジャスナ様、
お気を確かに。嘘つきは地獄行きなんだぞ。いえ、残念ながら嘘ではございません。リドリー様ご自身がそのように。もういい、出て行け。顔も見たくない。そんなジャスネ様。よっしゃ。